あれを見たのは4年前。俺は親父の記憶から自分の未来を見た。あの景色を。エレン！エレン！どうしたよ、アルミ。これ、おじいちゃんが隠し持ってたんだ。外の世界のことが書かれてる本だよ。外の世界の本だって？それっていけないものなんだろ？憲兵団に捕まっちまうぞ。そんなこと言ってる場合じゃないんだ。この本によると、この世界の大半は海っていう水で覆われているんだって。しかも海は全部塩水なんだって。塩だって？嘘つけ。塩なんて宝の山じゃねえか。きっと商人がすぐに取り尽くしちまうよ。取り尽くせないほど海は広いんだ。なわけや。塩が山ほどあるだけじゃない。炎の水、氷の大地、砂の雪原。きっと外の世界はこの壁の中の何倍も広いんだ。外の世界。それでこれはまだ内緒なんだけど、お父さんとお母さんはね、今度外の世界に行くんだって。外の世界か。ねえエレン、僕たちもいつか外の世界に探検できるといいね。この世界で一番の自由を手に入れたものだ。戦い、炎の水でも氷の大地でも何でもいい。戦え。